マカオサンボチャンネルのソンツンです。現在ここはですね、グランドリスボアのロビーになるんですけれども、まず旧正月の休暇が終わると同時ぐらいにですかね、中国人のマカオへの入境が、PCR 検査の証明書、まあ、1週間以内のですね陰性証明が必要ではある、まあ、これはずっと継続したままになるんですけれども、中国のどの省から来てもですね21日間の、強制隔離は必要でなくなったということで、そして2021年の、まあ、つい最近の話ですけれども、3月の3日の午前0時からですねカジノへの入場、それまではですね、同じく PCR 検査の証明を、入り口のところで出さないといけなかったんですけれども、その3月3日の午前0時から PCR 検査の証明が必要でなくなったということで、まあ、私もね PCR 検査受けてなかったのでカジノ内に入ることができなかったんですけれども、久しぶりにですねこれからカジノ内の方に入ってきてね、今どんな感じなのか、ちょっと覗いていきたいと思いますので、グランドリスバのカジノと、そしてもう一つ隣にあるホテルリスバ、まあ、老舗のリスバの方のカジノもねどんな様子なのか、ちょっとこれからね覗いていきたいなと思います。まあ、私の後ろにも見えてるんですけれども、グランドリスバのロビーの方にあるカジノの出入り口になるんですが、なんかここでねまず QR コードを読み取ってね、まあ、健康診断みたいなね証明書っていうのがね必要になるんですけれども、それとね身分証を提示してね中に方に入れるということで、まあ、これからね早速行っていきたいと思います。あとそれとご存知の通りですね、カジノ内は撮影できないんですよね。ですのでちょっと内部にこれから入ってきてねどんな様子だったのか、あのグランドリスバーと老舗のリスバーね両方とも見た後に皆様の方にお伝えしたいと思います。はい、それではですね今日はリスボアとそしてグランドリスボアのカジノ内部の方ですね見てきました。カジノ内ねどうしても撮影できませんのでねそのまま映像としてお伝えできないのが残念ではあるんですけれども、両方とも入ってきまして、まあ、見てきたその内部の様子をですねこれからねお伝えしたいと思います。これはもうマカオの全部のカジノがそうなんですけれども、まず入り口のところからですね入るときなんですけれども、必要なものが2つあります。1つが身分証明書ですね、それと QR コードで読み取った、まあ、健康証明書ですね、合わせて2つですね必要ということになりますので、それを出してで係員が確認した後ですね入場 OK ということになりますが、マスクは必須になります。で手の消毒もですねしなければなりませんので、これは入り口のところに消毒液が置かれてますから、そちらの方で手の消毒ということになります。で内部なんですけれども、これはもうリスバーそしてグランドリスバーですね両方ともそうだったんですが、バカラであるとかねブラックジャックのテーブルとかなんですけれども、まあ、他の大小のゲームでもそうなんですが、ソーシャルディスタンスがねできておりますので、以前であればですね1つのテーブルに8つもしくはね9つぐらい椅子がね用意されてましたけれども、1つのテーブルにつき、2つの椅子しか用意されてないような感じになっております。スロットマシーンもそうですね、間隔を空けて動いているというような状態になっております。でね、お客さんの数どんなぐらいだったのかと言いますとね、
まずですね、グランドリスボアなんですけれども、地下の階、そしてロビー階、そしてもう一つ上の階と、さらにもう一つ上の階と4フロアあるんですけれども、カジノ営業しているのは地下のところ、スロットマシンだけ。テーブルゲームはね、すべてクローズしているような形になってました。ロビー階のところ、こちらの方と、そしてもう一つ上の階のところは、テーブルゲームとスロットマシンのゲームがね、はい、普通に動いておりましたけれども、まあ、お客さんの数としてはね、そんなに多くはね、なかったんですけれども、思っていた以上にね、活気があると言いますかね。マカオのカジノに何度も来られた方であればね、ご存知の方も多いと思いますけれども、あのカジノ内部ってね、なんか氷菓子とかね、なんか両替しませんかとかなんか言ってくる輩がいるじゃないですか。あれがね、いましてね、声かけられましたのでね、まあ、少しずつですね、前のようなカジノ場の雰囲気がですね、戻りつつあるのかなと思います。あとグランドリスバの中ね、スモーキングルームがあるんですけれども、以前であればですね、人数制限なかったんですが、今はマックス9人までと、なっておりました。それからグランドリスバのもう一つ一番上の階の方にあるカジノ場に関してはクローズとなっておりました。そしてリスバの老舗のリスバのカジノになるんですけれども、お客さんの数としてはね、もう本当にガラガラでしたんで、まあ、もちろんねソーシャルディスタンスもね取られておりましたけれども、なんかリスバっぽくないようなね雰囲気になっておりましたね。なかなかね全部をねお伝えするのは難しいんですけれども、久々にカジノ城に入りました。これおそらくなんですけれども、ずっと以前の動画でね、あのベネチアンのカジノ内部にあるねラーメン屋さんをね紹介したことがあったんですね。まあこれコロナの期間中にできたラーメン屋さんだったんですけれども、このカジノ城に入るのはおそらくその時以来ぶりだったのかなとね記憶しております。中国の人がマカオへの入境が強制隔離がなくなったということと、そしてカジノ城への入場ですね、3月3日の午前0時からその PCR の陰性証明書を出す必要がなくなったということでですね、カジノ城への入場がですね基本的にはコロナ以前の状態に戻ってきているのかなと思います。では先月2月ですね、まあ、これ旧正月があったからというのもあるんですけれども、マカオの全体のカジノ場の売り上げというのがですね、なんか前年の2月の、まあ、2020年の2月に比べて 135.6% 増し、売り上げでいうとね日本円で975億円あったということでですね、はい、まあ、まだまだですね、そのコロナ以前の状態にはそれでも戻っていないのかもしれませんけれども、まあようやくですね、少しずつ光が差し始めているのではないかなと思います。まあ、ただマカオ香港間のフェリーは依然としてストップしたままでありますし、海外からですねマカオへの渡航というのは未だにですねストップしたままということになっております。ちょっとそちらの方はですね、あの新しい情報が出ておりませんけれども、新しい情報が入りましたらですねすぐにでも動画で皆様の方にお伝えしたいなと思います。それでは今日はここまでということにさせていただきます。マカオサンボチャンネルのソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオのお散歩へ出かけましょう。